佐藤達也は埼玉県大宮市出身の元プロ野球選手。宇と右みぎち。愛称は佐藤達、ピン。埼玉市立佐志扇義中学校で外野手として野球を始める。野球を始めた理由は中学校にバスケ部がなかったからだという。埼玉県立大宮武蔵の高等学校に進学後に当初に転校した。3年時の夏は 埼玉県予選2回戦で敗退。高校卒業後は、北海道学生野球連盟に加盟する北海道、東海大学に進学。3年時の秋には、エースとなり、10試合で6勝を挙げ、同校5年ぶりの優勝に貢献。最優秀投手賞とベストナインを獲得した。4年時は春に腰痛と股関節痛を発症し、春と秋合わせて4勝に止まった。 リーグ通算18勝。プロ志望届を提出したが指名されず、ホンダ技研工業に入社して、佐山野球部に所属。ホンダでは1年目の2009年春から公式戦に出場し地区代わりマレナリア無藤ユうたらと共に、投手陣を支え、3年目の2011年は、主戦投手として活躍し、第82回都市対抗野球大会出場に貢献している。 2011年の NPB ドラフト会議で、オリックスバファローズから3巡目で指名。契約金6000万円、年俸1200万円という条件で入団した。背番号については、空番だった25をつける予定だったが、後に入団した、リオーハルが25番を希望したことを受けて、別の空番から15が選ばれた。2012年キャンプは一軍に抜擢され、 オープン戦に登板するも成績が振るわず、開幕一軍を逃す。4月25日に、プロ初登板したが4試合の登板で、防御率12.46、5月7日に登録抹消。8月23日に再昇格、9月14日の大楽天戦では、先発した井川慶のアクシデントを受け2回から、緊急登板し、味方の失策絡みで、 敗戦投手になるも3者連続脱三振、4回1、失点自責点0。最小覚悟は10試合の登板で、15回2、3を、防御率1.15だった。通年では14試合の登板で、防御率3.43、脱三振率9.85。2013年は、開幕1軍入りしたものの、4月24日に、腰痛で、登録抹消される。 その後、5月9日のソフトバンク戦にビハインドの場面で登板し、9回にチームが逆転さよなら勝ちしたことでプロ初勝利を記録した。7月には監督推薦で自身初のオールスターゲームに出場。3、4月に登板した13回で12四死球を出すなど請球に不安定な部分もあったが、セットアッパーとして起用されるようになり、8回佐藤、9回、 平野の数の系統が定着した。最終的に67試合登板し、防御率1.73、ホイップ1.12、脱三振率10.15を記録、リーグ最多の42ホールドポイントで最優秀なカツ賞のタイトルを獲得した。2014年は月間防御率で5零0台を記録する。最終的には67試合の登板で防御率1.08、 48ホールドポイントを挙げ、2年続けて、最優秀な担ぎのタイトルを獲得した。特に、首位ソフトバンクには無失点、3位日本ハムには、自責点0と好相性を見せた。2015年は4月15日に、腰痛で、登録抹消、5月2日に再登録されるも、6月15日に、追加万世腰痛のため再び登録抹消、6月27日に、 再度登録されるが、8月11日のソフトバンク戦で、サヨナラ3ランホームランを含む5失点などを打ち込まれる場面もあったため、前年より投球内容が悪化した。シーズン終盤にはクローザーを務め、13セーブを挙げた。2016年は43試合に登板するも1勝4敗12、ホールド、防御率は5点台、2017年は、 シーズンの大半を2軍で過ごし、12試合で防御率7点台に終わるなど、投球内容が年々悪化していった。そして2018年には、シーズン終盤の9月26日に、初めて出場選手登録されるが、一軍公式戦闘番がないままシーズンを終え、10月29日に、球団から戦力外通告を受け現役引退、11月に、 行われたファン感謝祭で引退セレモニーが行われた。ウエスタンリーグの公式戦では33試合の登板で1勝1敗、防御率2.64をマーク、6セーブを記録した。通算投球イニングは30回1、3であった。オリックスの球団職員として2019年1月1日付で広報部に配属される。スリークォーターから 平均球速約時速1 4 6トル、最速時速1 5 5トルの速球とスライダー、フォークボールを投げる、七人兄弟の末っ子、入団交渉の際に交際6年になる一般女性との結婚と翌年には第一子が誕生することを明かした。ありがとうございます。